北京五輪のフィギュアスケートエキシビションの主役は、やはり羽生結弦だった。華麗な演技を披露するとともに、仲間たちと交流しながら会場を盛り上げた。アエラ2022年3月7日号の記事を紹介する。北京冬季五輪最終日の2月20日、フィギュアスケートのエキシビションが行われた。メダリストや選ばれた選手だけが滑るご褒美の場だ。日本からは、男子銀メダリストの鍵山優真、18。男子銅メダリストの宇野昌磨、24。女子銅メダリストの坂本花織、21、のほか、羽生結弦、27。樋口新葉、21の計5人が参加した。最も注目を集めたのは、クワッドアクセル、4回転半に挑み歴史を刻んだ羽生結弦だった。中国では地元選手をしのぐ人気ぶりで、登場とともに声援が起きた。春よ、恋を選曲。ピアノの音色と一体になり、幻想的な世界を滑り抜いた。冒頭で高さのあるトリプルアクセル3回転半を決め、低い姿勢で滑るハイドロブレーディングでは氷に口づけするシーンも。そしてディレードアクセル1回転半は、空中に美しい残像が残るようなダイナミックな飛躍だった。演技を終えるとありがとうございました。と叫んだ。今日はすべての幸せを演技に込めて、自分のスケート人生のいろいろなものを込めて、表現できたと思います。皆さんにこうして見ていただけるからこそ、僕は滑ってこられたし、僕の演技に何かしらの意味が生まれる。皆さんに感謝したいです。改めて今大会を振り返る。皆さんの記憶の中にある羽生結弦は、2014年、ソチや18年ピョンチャンで成功している自分が多いかもしれないですけれど、僕はここまで競技を続けるにあたって、どん底を何回も見てきました。また今回大人になって、人生って報われることが全てじゃないんだなぁと、報われなかった今は、今で、幸せだなと思いました。昨日までの練習は、痛み止めを4錠飲んで、ギリギリの状態で、あとは、楽しさと、アドレナリンでなんとかやっていました。足首はちゃんと休ませようと思っています。どこまで戻るかわからないですが、今後も含めて、自分の中で、けじめがついていないところもあるので、総合的に、3月の世界選手権、フランスモンペリエについては、判断したいと思います。ボランティアから完成、羽生結弦が言う練習とは、個人戦を、14日からサブリンクで滑ったこと。15日には14から15年シーズンのオペラ座の怪人を滑り。やっぱり中国でオペラ座っていうのは、すごい大切な思いがあったので14年11月にグランプリシリーズ第3戦の中国杯、上海で衝突事故があり、15年3月の世界選手権、上海では下腹部の手術明けで銀メダルを獲得した。17日には、ショートプログラム、SP のロックナンバー3曲を演じ、18日は9曲をメドレー。10年世界ジュニア選手権で優勝したフリー、パガニーニの主題による教師曲や、ピョンチャン五輪優勝のフリー、生命の曲が流れると、ボランティアスタッフから歓声が起きた。今までのスケート人生の中で落としてきたものを全部、やろうと思い、心の赴くままにスケートしました。羽生結弦五輪史上、女子5人目となる3回転半を成功させた樋口は、ピンクの衣装でプリマベーラを演じ、伸びやかさのあるスケーティングを見せた。4年後にまた、滑りたいと思いましたし、自分にはもっとできることがあると思いました。まずは、世界選手権で、メダルを取って帰りたいと思います。4年後も目指したい、宇野は。マイケル・ジャクソンメドレー。スタートからスピードを出し、切れ味のある滑りを見せた。今後に向けては、
五輪期間中に練習していた4回転トーループ、3回転ループは、今季はまだやりませんが、すごい得点の向上になるので今後入れたいとは思っています。まずは世界選手権に向けてスイッチを入れます坂本は、赤いドレスに身を包み、タンゴアモーレを披露。タンゴ独特のリズムに乗り、大人びた滑りに挑戦した。演技前には、オリンピックブロンズメダリストと紹介された。改めて言われると、そうか。と。最近、2位か1位か、表彰台を逃すという感じだったので、ブロンズは新鮮でした。4年後のミラノ、コルティナダンペッツオ五輪も目指したいので、今まで通りではいけない。大技も含めて、しっかり練習していきたい鍵山は、ミーシャの明日へを初披露。水色の華やかな衣装で、感情をたっぷりに緩急ある滑りを見せた。SP の軽やかさとも、フリーの重厚さとも違う。美しさを追求したプログラムだ。男子の試合後は、他の種目の応援に行ったという。アイスダンスやペアの滑り、フットワークが興味深く、深いエッジワークや演技を参考にしたいと思いました。世界選手権に向けて、挑戦者の気持ちを忘れずに臨んでいきたいです。全員が出演するフィナーレでは、大会公式マスコットのビンドゥンドゥンも登場。途中で転倒し、羽生結弦らが助け起こす場面も。また、羽生結弦と金博志耀24イコール中国イコールが2人揃ってニースライディングを見せたり、龍金酒井27イコール中国イコールが羽生結弦を抱えてローテーショナルリフトをしたりと、思い思いに交流した。羽生結弦と男子金メダリストのネイサン・チェン22イコール米国イコールがハグし合う姿も見られた。16日間の激戦を駆け抜けた選手たち、自信と誇りを胸に新たな道へと進んでいく。